はっとり宿天保十三年は、江戸時代の囲碁騎士、美濃国出身、井上春立隕石門下、七段上手、井上家の外やはっとり家を起こした。陰鉄と名乗っていた、青年時代には、本陰謀現状、安一特選地などと互角に戦い金陰鉄と呼ばれた。五条後には五十九歳で、初出資して七十六歳まで十一局を務めた。養子のはっとりは、 後の十一世、井上玄安隕石。美濃国江崎村の農家に生まれる。幼名は虎之助。同村の達江寺の僧から語を教えられ、その進歩を見た僧が、豪唱渡辺氏に紹介し、七世、井上春たち隕石門に預けられて、隕鉄を名乗る。また一時、吉田姓も名乗った。完成八年に六段。この時の八世、井上元たち隕石は、 坂口千徳六段らの先例を出して、五条五出師を願い出るが、他の三夜の反対により認められなかった。この頃には、元武四徳にも、五角の戦績で、鬼陰鉄と呼ばれた。その後、陰縮と改名。文化六年に、弟子の橋本龍鉄を養子とする。文化二年に九世、井上春作隕石が没し元佐隕石が十世を継いだが、 元綱は五段であったために、飲宿が貢献となった。文政二年に立通るを井上家跡目とし、飲宿は宗家の園石として、元佐隕石が他の三屋を説得して七段に進められ、五条五出資を果たす。外家で七段の資格を得て、五条五出資するのは、飲宿が初めてとなる。天保の内閣においては、文政十一年に、 本因坊竹和の八段商談、続いて、幻案、隕石八段商談の後の家元会議に出席し、知得戦地が竹和との争い後を打つように仕向けたが、竹和は戦地、隕石との争い後を打たないままで、天保2年に名人周囲した。天保13年死去。五条五成績文成6年には、井上家後目安伏と親子対局している。他に、 元竹とは黒番で12勝2敗、白番で1勝7敗一時後、四徳とは黒番で3勝3敗に打ちかけ、白番で4敗一時打ちかけとしている。共和元年には、浜松で山本元吉と21番号を打ち、黒番5勝2敗、白番5勝9敗だった。文化5年に、関山ター優に、向井光子、西で、それぞれ1敗。共和元年4月14日、 安い知得、ハットリ黒は、上辺の白を激しく攻め、黒1から目を取りに行き、白8の時に、黒9が手筋。白は黒、A を防いで、白12が省けず、黒13の、あと白 B と行きなければならず、黒 C で、合愛が大差となる。105手間、黒中をしがち。安いエア止めとなって26歳6段の知得を、合腕で崩した。 飲宿のお城ご出資により、名門となった服部家では、同年に、黒川立宅を養子として迎えて、お武士と改名させ、後を継がせる。お武士は5段で、天保3年からお城ご出資し、6段商談もして6年間、勤めた後に辞退。天保13年に、飲宿に先んじて41歳で没する。服部家は、一旦途絶えるが、後に、幻屋隕石が、 弟子の加藤小鉄に継がせて再興された。小鉄は七段に進んで、五条五にも出資した。外家のうち二代以上続いて、五条五出資者を出したのは、服部家と安井門の坂口家だけだった。ありがとうございます。